待って待って、誰か生き残ってて、お願いお願い。あー、3回やっちゃった。これはもしかして死ぬ。最後に抜く。やったー。こういうの1回で勝てることないからめっちゃ嬉しい。ではシェルターを使って全回復もしたので装備も万端、続きをやっていきたいと思います。で、あ、あれ、これもしかして回復してくれるポットじゃん。もしかしてシェルター使わなくてよかったの？もったいな、使っちゃったよ。で、このおじいちゃんっぽい人に話しかけてみよう。うん、ドンさんだよね。うん、そう、ドンさんがさ、チカがどうのこうの言ってたのずっと気になってたんだよね。うん、行く行く。うん、そうなの？でも誰かがこう閉じ込められてるっぽい話してなかった？生き生きした。うん、みんな希望を持って行きよう。うん、うん、行く行く。ちょっと怖いけどね。お、なんかキラキラしておるぞ。なんだろう、通路を制御するコンソールね。パスワードでロックされてるみたいか。パスワードね、それをどっかで調べてこなきゃいけないのかな。入れないってことかな。あれ、でも行けたよ。え、なにこの道。え怖っ。え、これ待って待って、これ高いとかそういうこと。え行けないの、もしかして。え、ちょっと待ってよ、行けるでしょうよ。まあ、ちょっと今意気揚々と乗り込んできたんだから、行けないとブリエル行けませんでしたって恥ずかしい目にあっちゃうんだけど。待って。ダメでしたって戻ってくるの流行ってな。これ敵だよね、絶対敵っぽい。敵っぽいから敵はちょっとスルーしといて。どこに行くんでしょうね。行けるところまでちょっと進んでみよっか。ここっぽいね。奥行ける？あ、行ける行ける。あ、だだだだだだだ、え？え？え、ちょっとビービー言ってるな。ちょっと怖いか。うわ、やば。ちょ、いきなり予定プログラムを実行せよ。予定プログラムって何？私も何が起こったか聞きたいよ、こっちが。行くわよ、戦うの。え、ちょっと待って、なんかいい、何にもあれがないんだけど。なんかない？かまいたち回転切り。あれ、これ全体攻撃できないの、もしかして。かまいたちの方がいい。いや、意外とブリエル戦った方が強いから。ガードマシーン ?3 体揃っている時は反撃。ちょっと待ってね。デルタアタック。え、ちょっと、うわ、強っ。ちょ、待ってよ。ダメ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 。揃っている時は反撃ってどういうことだろう。ちょっと待って。ちょっと待って待って、死にそう。ちょっと戦うのもなし。あ、ブリエル死んでる。やば。ねえ、いきなり、ちょっと。待って待って待って。やばいやばい、死ぬのはまずい。死ぬのはない。死ぬのはまずない。死なないで。ちょ、マール死なないで。マール死なないで。ちょっと待って。回転オーラ、回転オーラ。もう、突然だから。ちょっと待って、戦うのは良くないね、じゃあ。ちょっと待って、回復をまずしよう。回復ね。回復。ちょっと待って。え？どうすればいいの、これ。こいつを真ん中攻撃したらなんか、やばそうだから。まず、この、一撃じゃない、一機だけ。ちょっと落ち着け。落ち着けって感じなんだけど。何もないし。真ん中攻撃したら怒られそうだからね。うん。こいつだけなんとか、こっちに行くのがない。ちょっと待って、回復しよう。危ない。ドキドキ。あ、3体こう、いなくなったよ。2体ならいいんじゃないの？どうよ。早く早く。ちょっと試しに。でもこっちの方からやつ。回転切りで2体はいかないのか。戦ってみるよ。ガードマシーン。アンプリファイヤー。ちょっと待った。なんか真ん中はやっぱ最後にしないと。あ、死んだ。ちょ、もう、アイテムアイテム。よかった、アテナ買っといて。頼む。
ちょっとまずこいつからだな、絶対な。そしてちょっと全体回復しないと死んじゃいそう。よし、連携、うん、回転オーラ、よし。真ん中ダメ絶対って感じなんだね。てか生き返したりしないよね。こっちもでも生き返してるからこうずるいとは言えないけど、ちょこいつからとにかくやっつけてこ。何した今。もう。ああ、また止まってた。止まっちゃいけないって言われたの。おっと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 。みんなに止まっちゃいけないよって。お、ズビッシュってしたよ。うんうん。いいじゃん、いいじゃん。いけるんじゃないこれ。5? ちょっとなんかやろうとしてる。ちょっと待って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 。止めよう、止めよう。ねえ、怖い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 。3ってなってる、なってるなってる。ちょっと待って、なんか怖いから全体回復しとく。ちょちょちょ、本当に怖いから。安全策、安全策。何をしようとしてんの ?1 ってなったけど、0。0になったよ。ビットをか、あ待ってやばガードシステムがデルタアタックされちゃう。デルタアタックってなんかガンダムの攻撃にあったよね。もうそんなこと言ってる場合じゃない。ごめんなさい、ちょっと、あー、いやー待って待って待って、誰か生き残ってて。お願いお願い。あー、3回やっちゃった。これはもしかして死ぬ。お願いやめて。ちょっと、ねえ。まさかの。ほんと弱い。あ、ちょっと、ここからやり直し。ちょっと開始5分で、再開します。します。あ、こっからか。もう間違えない。ブリエル間違えない。ブリエル間違えない。うん。3人。揃ってる時はダメ絶対だし、復活すると、カウントダウンが始まったら、初見で倒せない。いや、これ初見殺しだよね。あれだよ。私だけじゃないよ。とにかく真ん中ダメ絶対だな。辛いなぁ。こう、早く早く、みたいな。あ、でも、バーサクリングはでも操作不能。やったー、もう。いやーもう、よかった。さすがに2回死ぬのはない。あー、よかった。うん、うん、うん。レベル上がったる。上がっとる。あー、怖かったよー。おい。おい勝ったことが嬉しいというよりも死ななかったことが嬉しい。ブリエル弱くない。弱ブリエルじゃないよ。強ブリエルだから。この先怖っ。お兄さんかお父さんか。お父さん生きてる？生きてる？返事がないとか電源が不安定だったのね。あ、食料庫か、ここ。はい。ブリエル呼ばれました。え？ちょっと待って。え？あーはー。ちょ。待ち。うん。なになに？返事はない。本当にただの屍のようだ状態じゃん。何かの種子？種？うん。こんなところで育つのかしら。汚い紙にメモがある。あのネズミはただの置物じゃない。さっきの避けてしまったネズミ。ああ、かわいそう。誰かのお父さんとか言ってなかったっけ。ミドルエーテル。食べ物はないのか。え、ネズミを捕まえろって言ったよね。だから多分、HP は関係ない。あ、いた。うん。死ぬ。
ダッシュして B で捕まえるのね。わかった。B 点。おお、待って待って。ダッシュって、これダッシュ合ってる。捕まえた。結構簡単だった。勘弁でちゅー。かわいい。白状するでちゅー。うん。BY A。うん。なるほど。何のスイッチって言ったっけ？ん？ちょっと追っかけてやる。まだ追っかける。うんうんうん。捕まえる。捕まえなかった。あ、ここはね、ここかな？これのことかな？はい。B、Y、X、ブ？え？もう一回。ピンポン。B、Y、X。これ、コントローラーがちょっと違うから。うん。B、Y、うん。じゃなかったけど、まあ、いいか。おーおーおおお、お、ここは多分、このネズミは敵っぽいよね。戦わんどこ。あー、宝箱あった、でも。え、待って、これ、ポーションネズ、あ、待って、ポーション盗むネズミじゃない？これ。もう、そんな何回も同じ目は、あ、合わないよ。ちょっと待って、一緒にこう逃げていけば絶対当たらないでしょ。絶対あのネズミ、だってポーションネズミだもんね。ポーション盗み、ネズミ。ネズミ小僧的な、あー、やだなー、なんだろう。おおお、飛ぶんかい。ちょ、避けるわよ、避けるわよ。カブトムシみたいだけど、ちょっと。避けるよー。よし、避けた、避けた。キモーいなー、ちょっと。ちょ、大丈夫か？ねえ、これ。反応しなければ何もしてこないのかな。あ、幽霊いる。幽霊は嫌。またもうポーションネズミがいるよ、これ。ポーションネズミだよね。あっちから行けるかな。待って。よし！逃げた。ポーションネズミ、絶対許さない。もう取られたくない、ポーション。なんかさ、ね。そう。なんていうの、ポーションが惜しいというより、こう、盗まれる行為がちょっと許せないっていうかね。お、え、なんか、お、ここが情報センターね。やったじゃん！お、ルッカ。ここはルッカの腕の見せどころだよね。あ、パッチパ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 チ。え、ちょっと見えないんだけど。あ、見える。このアリスドームから東の、うん。おぉ。結構広かったんだ、このエリア。というか、マップ？わ、遠。うん。へぇ、プロメテドーム。あ、名前だけは出てた。うん。ちょ、回る。それはフラグボタンっていうやつだよ。1999年、ラボスの日、日記、記録？わ、なんか結構、何？自然、あれ？自然がって言ってたらなんか、あ、噴火的な？やば。噴火じゃない、っぽい。え、なんか出てない？誰ですか？人ではないの？なんか、あの、進撃の巨人のなんか壁でこう顔を見せるやつみたいに見えたんだけど。ちょ、隕石だよね。隕石的な。何今の？じーってなっちゃった。あれ見えなくなっちゃったの？な、何これ？ラボス？で、これが世界をこんなにした大災害。地震的な？ああ、未来ね。これが、私たちの未来だなんて。うん、確かに、絶望感、パないな。マール、泣かないで。あ？何？変えちゃおうよって、軽いな。うん。いいの？
未来とかさ、過去とかそんな、いじくっちゃって。うん。まあね。いいのかな？でもさ、わかんないよね、まだ。あの、災害起こるかさ。あ、でも、記録だから起こったことが記録されてるのか。やろうか、ブリエル。ちょっとだけ躊躇してもいいのかな？そんな。バカね、あんたも。マールの前でしょ。カッコくらいつけなさい。ルッカ。何？二人の恋応援係的な感じ？わあよし、やろう、ブリエル。ルッカ。これ絶対、はい、いいえの、あの、また、ドラクエ的なやつでしょ。はいを選ばないと。絶対先に進めない。ラボスについて調べないと。あ、プロメテドームへね。はーい。よし、じゃあ、戻ろっか。これで、なんか種もらったけど、それだけでよかったんかな。はい、戻ってきたよ。そんなにすごいことなの？ああ、そっか。お父さんかお兄ちゃんか忘れちゃったけど、あの人のことが聞きたいんだよね。いきなりなんか、電波なこと言い出しちゃった。食料庫。ああ。だね。趣旨。ヘナボックスもいつまで持つかわからない。そうだね。とにかく生きて。そうだね。元気だよ、元気。ちょっと、育ててみて。32号廃墟を抜ける。バイクの木。やったー。なんか、乗り物的な。ジェットバイクの木。かっこいいね、おじいちゃん。ジェットバイク。乗ってたんだ。あらー。元気でな。やった。元気という言葉を教えたね。じゃあ、行ってくるよ。なんか、ずしずしと。押し通しちゃったけど。回復しておこう。よーし。行くぞ。もう、シェルターは使わないぞ。次は、廃墟ね、廃墟。行ってみよう。あっちも気になるんだけどね。こっちの、建物もね。でも、近道で、まず、12号廃墟へ行ってみたいと思いまーす。お、宝箱だ。はい。ミドルポーションね。お、何にもない。あ、お、これかな？ジェットバイク的なもの。やった。え？ごめんなさい。やっぱりなんか、監視的なものがいたんだ。町な？誰ですか？おーおーおー。生かしたあんちゃん的なものが来た。あ、やっぱり兄貴。兄貴。待たせたな。かっこいいね。待たせたな。兄貴。ジョニー。はっはは。頭だ。なんでよいきなり勝負挑まれた。そこのジェットバイクを使わせてやる。ビビってんじゃねえよ。バレバレだぜ、ベイベー。何を？知りません。すいません。いきなり、勝負申し込まれたんだけど。全然知らないし、乗り物を。教えてください。パーセン。アクセルはオートだ。勝手に進んでいくから安心。移動は上下の方向キー。上下。ここのボタンがな。A。
マークの溜まるまでは使えねえ。気をつけな。ゴールまでの位置は画面に出てるぜ。しっかりついてきな、ベイベーか。すいません、ちょっと。もう一回教えてくださいよ。なんかちゃんと読んでなかったよ、ブリエル。え？ちょっといきなりかい。死んでも大丈夫だよね。うん。どこ？ふぅ。あ、これで方向キー。上下ってこういうことか。よしよし。多分邪魔されないように行った方がいいんだよね。ゴールはどこ？あ、あんな遠いんだ、まだ。今使ったかな、私。これが、ダッシュだよね。あと2回使えるはず。うん。邪魔されないよ。最後。あ、ちょっと、邪魔された、今。ちょっと待って、たまれ、最後に、抜く！やったー！こういうの1回で勝てることないから、めっちゃ嬉しい。っていうか、ジョニー弱いじゃん。っていうか、邪魔してばっかいるからそうなるんだよね。まったく、レースに集中しな。っていうか、姉貴って呼ばしてやんよ。みんな兄貴って呼んでるから。ブリエルの姉貴って呼びな。やったぜ。開けたよ。また、いつでも来いよ。うん、風になってた、ブリエル。確かに。っていうか、ほんと一回で勝てるとか思ってなかったから。ありがとう、ジョニー。でも、ジョニー、別に、あれか？ただ邪魔したかっただけなのか。で、これ乗れるのか、そして。え？乗れ。あ、乗れたの。ちょっと待って待って待って。え、なんか違うことになってる。別に、ちょっと、一緒にやりたかったんじゃなくて、ちょっと聞いてる？なんでまた始まったの？違う、普通にさ、ちょっと乗ろうと思っただけ、おかしくないか？もうちょっとダッシュで逃げとこう、この野郎。逆にこれさ、邪魔するっていうのもありなのか。いや、やめて。なんなの？ちょっと、でもさ、自分で今、勝負申し込んでるから、多分これ、勝たないと、ちょっとカッコつかない系だよね。やばいやば。最後！よし。うん、コツつかんだ。これいいじゃん。ちょっと待って。違うんだよね。これ、勝ったら何かあるとかなら、まあ、楽しいんだけどさ。今、え、これ、普通に、話を進めるために乗り込んだつもりだったんだけど。え？うん、はい。え、これなんか、どうすればいいの？乗り込んだつ、じゃ、あ？これ乗り込むとまたレース始まっちゃうよね。え？こっから、ちょ待ってね。もうジョニーいいから。ね、ジョニーいいから。ちょっと待って。え、これに乗ってさ、行くんじゃないの？あそこに。ちょ、ブリエルの理解がちょっと追いついてないんだけど。でも絶対負けたくないんだよね。うん。ちょ、お、なんで3回もやんなきゃいけないの？ちょっとおかしい。お前もう負けを認めって、2回さ。ちょっと、本当に意味わかんない。もうちょっとダッシュしとくわ。もう、で、あと最後にの1回で、こう、やだ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 。よし、ここだ、ここ、ここでじゃーん、よし。ちょっとかっこよく決まんなかったけど。もう、ちょっと待って、マジでさ、もういいや。もう乗らない。ジョニーが邪魔する限り、ちょっと、え？これに乗ってあっちに行くんじゃないの？うん。え？あ、こっちに来て、あ、さっきの場所抜けてきたんじゃない？これもしかして。向きが違うから。おー、そういうことかよー。じゃあ結局やっぱ3回やんなきゃ戻ってこれなかったんだね。意味わかんない。ブリエル、ほんと理解を。え、どっち行くべきなんだよ。でも、選んだだけじゃ入んないし。まずじゃあ、ね、最初のプロメテドームにね、入りましょっか。まさかのレース3回やってるし。
では、ちょっと、ここに入るところで、今回は終わりにしたいと思います。うん。プロメテドームね。それでは、今回はここまでになります。ボスまた死んでるよって感じなんですけど。一回です。こう、華麗に、クールビューティーになかなか勝てないですね。どういうことなんだ、ブリエル。次回は、そろそろ本当に、近未来で仲間になる、素敵なキャラと出会えるはずなんで、それを期待してやっていきたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録の方、よろしくお願いします。それでは、さよぶりー。ぶりぶりー。